どうも、大優です。今日はメロンを使ったショートケーキを作っていきます。今日は四角い型を使って作っていこうと思います。早速型紙の作り方です。型の高さだいたい1センチぐらいは上に紙が出るような大きさのものを用意していただいて、風車状に切り込みを入れていただくと出来上がりです。毎度おなじみスポンジ生地を作っていきます。以前スポンジ生地作りについて解説している動画もあるので、よかったらそちらも参考にされてみてください。まずは卵に砂糖を加えて泡立てていく作業ですね。湯煎に当てて温めてから泡立てていきたいと思います。温めずに泡立てて作るスポンジの作り方もあるんですけど、今回は温めてだいたい40度ぐらいですねになったら泡立てていきます。卵が温まったら、その湯煎に今度は牛乳とバターを入れて溶かしておきましょう。卵を温める理由なんですが、卵の表面張力が緩んで泡立ちやすくするためですね。最終的に落とした生地の筋がしっかり残るまでは泡立てます。しっかり泡立ったらハンドミキサーの低速を使ってキメを細かく揃えていきます。そこに薄力粉をふるいながら加えていきましょう。もちろん事前にふるっといてもいいんですけど、ふるいながら加えることで全体的に粉を上から入れることができます。一気にふるっといた粉をガサッと入れると、どうしても沈んじゃったりしてダマになりやすいですので、また気泡も潰れやすくなってしまいます。ですのでこうやってふるいながら加えた方がいいんじゃないかなと思います。粉っぽさが残る状態で大丈夫なので、溶かしておいた牛乳バターに生地の一部を加えて混ぜます。なるべく比重を揃えておくことで、この後混ざりやすくなります。一番重要と言っても過言じゃないと思うんですが、このゴムベラでの混ぜ方ってのが非常に大切になります。気泡を潰さないように下からさっくりさっくり切るようにして混ぜます。とは言っても混ぜなさすぎも良くないので、全体にツヤが出て流動性が出てきたぐらいがちょうどいい混ぜ具合です。手早く型に流し込み、空気抜きを行います。どうしても最後に入れた生地は目が詰まりやすいので、そのままにはせず、しっかり竹串などで全体を均一に混ぜ直してから焼きに入れていきましょう。スポンジを焼くときって下火が重要だと僕は考えているので、余熱をする際に鉄板も入れた状態でオーブンの余熱を入れてあげるといいと思います。焼き上がりの目安は竹串など刺して生っぽい生地がついてこなければ大丈夫です。再び空気抜きを行って、型から外して逆さまにした状態で冷ましておきましょう。その間にメロンをカットしておきます。好きなフルーツをサンドしてもらえたらいいんですけど、まあ、今季節的にもメロンがよくスーパーで手に入るので、今日はメロンを使ってます。正直切り方はお好みで大丈夫なんですけど、1センチぐらいの厚さにスライスできるように切ってもらえたらいいのかなと思います。
フルーツって切ってみないと状態わからないところってありますよね。メロンも同じく、あまりにもジューシーすぎるメロンだとショートケーキ組んだ後崩れやすい原因になってしまいます。ちなみに動画のメロンもちょっとジューシーすぎて組むのは難しい状態ではありました。ただ美味しいんですけどね。もうちょっと硬い状態でも良かったかなっていう印象です。でこの時に飾りでも使うメロンたちを切っておけたらと思います。皮付きであったりとか、皮を取ったやつにしても、綿の部分は取り除いておいてあげると綺麗になります。次に生クリームを用意しておきます。砂糖はクリームの 7% から 8% の量を加えてあげるといいと思います。全体的には7分立てに立てて、サンドで使うように固めのクリームは手前だけ8分立てにするというようなボウルの中で使い分けをしてあげるといいと思います。スポンジが十分に冷めたらスポンジもスライスして用意していきましょう。今回ちょっとサイドは切り落として使ってます。そのままでももちろん結構です。ルーラーと置いて1センチの厚さに均一に切れるこの器具があると便利ですね。今回は2段フルーツを入れていきたいと思うので、1センチスライスのスポンジ生地を3枚用意しておきましょう。そこにシロップを塗ってクリームを塗っていきます。シロップの作り方は概要欄に載せておきますので、そちらを確認してみてください。それではクリーム塗っていきます。この中に入れるクリームっていうのが固めじゃないと後ほど崩れやすくなってしまうので、8分立てぐらいにしたクリームを使っていきましょう。これまでもショートケーキの動画っていくつか出してきたんですけど、丸しかやってなかったので、今回は四角の生クリームを塗る作業っていうのを動画でお見せできたらと思います。僕は現場でやってる時、パレット2本使いってのがやりやすかったんで2本使ってやってるんですけど、やりやすいように1本でも大丈夫です。ちょっと説明するのは難しいんですけど、とにかく平たく伸ばすことをイメージしてください。四角に塗るときって角にクリーム持っていくのが難しいんですけど、そこを意識しながらやってもらえるといいと思います。とは言っても生クリームを触りすぎてしまうとさらにボソボソしてきてしまうので、食感にも影響が出てきます。手早く手のイメージして行っていきましょう。最後に一気に横を整えるっていうやり方でも大丈夫なんですが、ここで一度側面のクリーム整えておいてあげると、次に重ねるスポンジ生地がしっかりと真上からずれずに重ねることができるので、一度側面を整えてあげるってのもいいと思います。そして平らなもので上から押さえてあげるってのが結構重要です。組み上がった後に平らじゃないっていうのって結構あると思うんですけど、それを防ぐことができます。2段目はまた同じく繰り返しですね。シロップ塗ってクリーム塗ってフルーツ置いたらまたクリームっていう手順で生クリームを塗っていきましょう。このフルーツ入れる際はどのフルーツも同じなんですが、しっかりと水分は拭ってあげてください。これもまた水分多いと後ほど崩れてしまう原因になりやすいのでお気をつけください。今回ちょっと反省点なんですが、この焼き面の残った状態で僕はスライスをしてしまっていたので、重ねた後、
まあ、カットした後にこの焼きつばの色がちょっと目立ってしまいました。これを作る際はですね、この焼きつらは剥がして3枚にスライスするのがいいと思います。では最後の段のスポンジも乗せたら、まずはクリームの下塗りを行っていきます。下塗りというのは生クリームの最終仕上げの下地を作るようなイメージです。クラムと呼んだりするんですけど、このスポンジの細かいものが上に上がってきたりとかしないように、最初に生クリームで薄くコーティングをしてあげるっていう作業です。全面生クリームを薄く塗れたら、最後に本番用の生クリームを塗っていきます。本番用のクリームっていうのは、あのサンドで使っていた固めのクリームとはちょっと違って、7分立てぐらい、ややとろみがあるぐらいの状態のものを使うといいかと思います。今回はサイドは切り落として最後仕上げを行うつもりですので、横はそこまで綺麗に塗れてなくても大丈夫です。上面が綺麗に塗れるように意識していただけたらいいと思います。パレットの使い方であったり、角度であったり、クリームの扱い方であったり、これに関してはもう数を重ねるしかないかと思います。怖がらずに何度も何度も挑戦をしてみてください。クリームが塗り終わったら一度冷蔵庫に入れて、しっかりと冷やしてクリームを締めてあげてください。そしたら側面はカットをしていきます。包丁はしっかり温めてから使ってあげてください。そうすると生クリームの部分が断面きれいに見えるようになりますので、必ず温めてカットしていきましょう。それでは最終仕上げですね、絞りなど入れてあげるといいかと思います。スポンジ生地の焼き面を剥がさなかったっていうのが、この時の断面でよく出てきてしまって、ここだけちょっと心残りです。皆さん真似しないようにしてください。僕は今回シェルという貝殻に見立てた絞り方を一周してみました。絞り方に関してもまとめた動画あるんで、よかったらそちらも参考にしてみてください。最後に上にフルーツを飾っていきます。メロンってやっぱいいですね。華やかに見えるというか、白と緑の相性がめちゃめちゃ綺麗でおすすめです。皮が残ってるメロンも使ってあげると、緑の中でも濃淡がつくのでいいと思います。最後にツヤ出しとフルーツの乾燥防止のためにナパージュを塗ったら完成です。メロンが美味しいうちにぜひ作ってみてください。チャンネル登録、コメント等お待ちしております。ではまたね。